愛媛大学農学部附属農業高等学校は愛媛県松山市たるに設置されていた高等学校。2010年3月第59期生の卒業をもって廃校となった。1900年に愛媛県が設置する農学校愛媛県農業学校として設置された。1956年に国立学校として移管され、 愛媛大学農学部附属農業高等学校となる。愛媛県最古の農学校としてのフロンティアスピリットを受け継いでいる。広大な農地を用いた実践的な教育により、生徒による柑橘類の新品種開発や IT を駆使した新農法の発明等の実績も残している。松山市に109年にわたり、中東農業教育の風を送り続けたが、研究対象を 農学、生命科学に限らず、理学、工学、環境学など理数系全般、また人文系にも拡大したいという国の方針により、2010年3月をもって並行廃校となる。卒業生は約5600名。愛媛大学農学部の前身も愛媛県農業学校とされているが、愛媛県農業学校そのものは中等学校であったため、 幾多の変遷を経てその歴史を担ってきているのは本校であり、最終的には愛媛大学農学部に付属する農業高校という形態であったものの、愛媛大学農学部は本校が後天的に昇格し国立移管されて誕生したと言える。同式地内の愛媛大学付属高等学校とは発展的階層の関係にあるが、 付属高校についてはそれ自体が全学の付属機関として新しく創立されたものである。そのため、合同で活動していた行事や部活動関係を除き、授業時数、内容、校則、校訓、校章、制服などに一切共通性はない。ただし、スクールカラーの緑色は継承している。2007年3月、国立大学法人愛媛大学より、 付属学校園の全学付属化方針が発表され、付属農業高校を5年以内に大学直属の高校にするという方針が県内ニュースで報じられた。この時点では大学直属化後の学校の方針転換などは明確には公表されていなかった。愛媛大学本部より農業高校の発展的改速新高校の設立方針が突然正式発表されたことを受け、 同年7月、付属農業高校では緊急集会を開き、全校生徒に説明を行った。改祖については、農業高校の良きところは継承し、変えるべきところをより良い方向に変えるという説明がなされたが、改祖案は、農業高校とは一線を画す、全く別の学校を設立するというものであった。これについて、一部の教員、在校生を中心に反対運動が起こった。 校内では在校生、農業系科目の教員を中心に反対活動が活発化し、数千名規模の署名を集め、大学本部に提出された。大学からは OB への説明会も開かれ、OB から大学へ、改組転換反対意見が多数出されたが、大学側は中学生向けの学校説明会等を予定通り行っていた。なお、 中学生向け学校説明会には、大学の予想を超える異例の人数の参加希望があったため、松山市民会館を借り切って説明会が行われた。一部の同窓生と農業家の教員を中心とした反対運動も起こり、垂水キャンパス前のバイパス沿いに107年の歴史を消すな付属農校の廃校に反対するるみから、 付属農校を消すな在校生と卒業生の声を聞け、愛媛大学は、付属農校改組で、文科省、県教委に、虚偽の申請有価理解は、付属農校改組を了承していない。農業、農学経史、大学経営のための公明変更を即時撤回せよ、などと記した反対看板を掲げた。なお、付属高校第1期生の入学試験、競争倍率は4.4倍であった。 この2年後の1947年、北条町街六家村組合立、風早青年学校を改編して、改めて愛媛県立松山農業学校を設置。ありがとうございます。